病弱児とは、学校教育法の定義によれば、慢性の心臓、肺、腎臓などの疾患で、継続して治療もしくは生活規制の必要な子供のこと。便宜上、本校では、学校教育法上の、病弱、病弱者を呼び、病弱教育についても取り上げる。学校教育法上は、特別支援学校の制度確立後は、病弱者と、 定義されている。特別支援学校制度が発足する以前の2002年より、学校教育法上の病弱の定義から、6ヶ月以上という項目は削除され、継続してという表現となっているため、短期入院と通院の繰り返しが必要な子供に、対しての教育も、この病弱教育に含まれる。なお、特別支援学校教育職員免許上における、 教育領域としての病弱者には病弱者に関する教育として身体虚弱者を含めて捉えられている。ここでの身体虚弱者とは主に明確な病気ではないあるいは病名診断ができない状態であるものを指すとされている。いずれにしても生活規制が必要な身体状態である点は病弱とは変わらない。栄養失調などの 病気ではないが体が弱まっている状態も身体虚弱に含まれる。なお、病弱、身体虚弱のいずれも医学用語ではない。1960年代後半当時、病弱教育の対象の児童、生徒の6割が結核にかかっていた。1970年代後半になると結核罹患が比率的には激減し、虚弱、肥満、腎臓疾患。 呼吸器疾患などがその比率を高めるようになった。その後は、呼吸器疾患が比較的高い比率を維持する形で推移していった。1980年代末期以降、神経疾患や心身症等などといった疾患の比率も高まり、2000年前後になると、これに悪性新生物が加わるようになっていった。これらの経緯から、病弱対象の養護学校、 特別支援学校及びそれらの学校に併設される、病院の病棟も変化を見せるようになり、中には病弱を対象とする学校が、地域あるいは、県域全体で減少あるいは空白になるケースもあり、受け皿が、他の教育領域でも対応できるような、体制づくりが要求されている状況にある。癌、小児結核、腎炎、心臓疾患、糖尿病、喘息。 高原病などの子供が多く、厄介なケースでは、教育委員会が、修学猶予の通知を出す場合もある。そこまででなければ、院内学級などで教育を受けることもできるが、時間が限られる場合は、訪問学級の体を取る場合も多く、病弱対象の特別支援学校自体が、病院に近接していても、その病院内に文教室などを設置して、別途に、院内学級や、 訪問学級を設置している場合もある。また、障害児のための特別支援学校の中には、病弱児だけのための学校もあり、文校、文教室等を含めると、これは各都道府県にそれぞれ最低一校ずつくらい設置されている。これらの教育サービスは、病弱教育とも呼ばれる。病弱者の場合、入院生活の中では生活規制がされるため、例えば、児童、 生徒であれば、いくら院内学級などが設置された病院であったり、訪問教育を実施されたとしても、学校での勉強が結果的に制約されることになる。そのため、学習成果を発揮する場も制限されてしまうため、本当に学習内容が発揮できるかどうかについて、不安感を覚えることになる。そのことが、ともすれば、失敗経験のループに陥ることになり、 学習活動を行っても効果が出ないと、児童、生徒自身がみなすようになり、いわゆる学習性無気力と呼ばれる状態に陥る危険性がある。このため、病弱者に対しては、生活規制の範疇で成功体験を積ませる工夫を凝らすことが、病弱者にとっての QOL 向上につなげることができるものと考えられている。それは仮に、 ホスピス病棟に入っているような児童、生徒に対してもである。ありがとうございます。